木穀化または、サカキカは、皮脂植物の分類群の一種、化の階級に位置する、ペンタフィラクス化とも言う、伝統的分類体系では、椿化の木穀赤としていた。椿赤とは、花粉、薬、果実などの形態が異なる。系統的に椿化と異なることが明らかになったため、APG2 では独立のトガとしても、ペンタファラコッチに含めても良いとした。 APG3 では共通点が多いことからペンタファラコッチの範囲を広げて、これに含め、ターンストローエミアッチの名前は使わない。レンの階級に置かれた、木刻レンターンストローエミの名前はあるが、ヒさかき等を含まない。常緑キモと葉は五星。花は両星、または単星で、学編と花びらは五、ユーズイは五内し多数あり、多くは死亡上位で、 溶液に誕生する。果実は平化、または液化。熱帯、亜熱帯と温帯の一部、中米から南米とアジアに多く分布する。日本には4族10種ほどが自生する。12族に337種が属する。ありがとうございます。